次に吉川はじめ君。吉川君。共同会派立国者の吉川はじめです。私からも新型コロナについて何点かお聞きをしたいというふうに思います。まずですね、3月19日に専門家会議が取りまとめた提言、これについて何点かお聞きしようと思ったんですが、昨日専門家会議がまた新たに、次の会議が開催をされて、そこで新たな状況の分析、そして提言が4月1日付で出されております。ですからちょっと通告したものと少し若干、質問内容変わりますけれども、何点かまず確認をさせていただきたいというふうに思います。で、3月19日の日の、提言では、地域ごとの対応ということで3つ の、 その地域、いわゆる状況を、出しながら、こういう場合はこういうふうにすることが必要だろうということは、非常にざっくりと、書かれておりました。で、昨日の専門家会議の方では、よりこれは詳細にさまざまな指針等も示しながら、書かれているということで、少し前進したのかなというふうに思いますが、この点に関して一つまずお聞きしたいのはですね、3月19日の専門家会議の提言では、地域を3つに区分をして、感染状況が拡大傾向にある地域、感染状況が収束に向かい始めている地域並びに、一定程度収まってきている地域、そして感染状況が確認されていない地域、こういうふうに3つに分類をされております。で、一方、昨日の専門家会議の提言によりますと、地域区分は3つなんですけれども、名称が少し異なっております。で、1つ目、感染拡大警戒地域、それから3つ目の感染未確認地域、これはほぼ3月19日の、取りまとめの提言と同じというか、言葉をより、漢字だけにしたといいますか、ひらがなを除いて、ほぼ同じ意味合いなんだというふうに思いますが、2つ目の、4月1日の提言では、感染確認地域というふうに書かれております。で、これは3月19日の感染状況が収束に向かい始めている地域並びに、一定程度収まってきている地域というものと、これニュアンスが若干違うようにも感じられるんですが、これは同じものだという理解でよろしいんでしょうか。厚生労働省、吉永大臣官房審議官。お答え申します。3月19日の提言におきまして、地域ごとに対応するに対応に関する基本的考え方は、クラスターの連鎖の防止を上がっていくための対策を地域の感染状況について整理したものでございます。これにつきまして、地方自治体などから自らの地域が3分類のどこに当たるのか教えてほしいといった要望があることや、また前提となる地域のまん延状況等の判断する際の国、都道府県共通のフォーマットとなる考え方を対外的に示されていないなどの課題が指摘されたところでございます。このため、4月1日の提言では、地域ごとの前の状況を判断する際に考慮すべき指標といたしまして、新規確定患者数、リンクが不明な新規確定患者数、帰国者接触者外来の受診者数、帰国者接触者相談センターの相談表の数項目、PCR 検査等の件数及び陽性率の各項目を掲げるとともに、地域分につきましては、これらの各種指標や近隣県の状況などを考慮して、勘案して判断されるものとしたものでございます。委員ご指摘のとおり、その名称につきまして、若干の変更はございますけれども、これはもともとの3月19日の、提言につきましては、基本的に、どこかの地域がまん延状態になったときに、その3区分という形で記載していたものでございます。日本国の全体としてまん延している状況がありながら、その地域についてどうするかということを基本的な考え方としているものでございましたが、その地域分の考え方を具体的に当てはめたときにどうなるのかということで、改めて規定してきたものでございまして、基本的な考え方については同様のものというふうに考えているところでございます。吉川君。いや、私聞いたのは、2つ目の、区分、1つ目と3つ目はいいんですよ。よりその何ですかね、漢字だけで書くのか、そこにひらがなをまずで書くのかというぐらいの差で、それほど違和感ないんですけれども、2つ目のやつがね、その19日の段階では、収束に向かい始めている、あるいは
一定程度で収まってきている、つまり傾向なんですよね。で一方で、今回の4月1日のやつは確認をされているということになると、これ、少し意味合いが少し違うのかなというふうにも感じるんですが、ちょっともう今日は時間がないので、また改めて別の機会にその点については聞きたいというふうに思います。それでですね、より詳細ないろんな指針といいますか、指標みたいなものを今回、4月1日出していただいたということで、自治体もより判断をする基準というものが明確になって、前回よりはなってきているんだろうというふうに思いますが、ただ一方でですね、例えば感染拡大警戒地域っていうところには、1週間前と比較して大幅な増加が確認されている、大幅なという、非常にこれは人によっては、何をもって大幅というのかと、率なのか、数なのか、例えば前回の前の週が3人だったのが、8人に増えたらこれ、大幅というのか、あるいは100人だったのが、累計で150人になった、50人増えた、だけれども率では、そこまで、率は低いわけですから、これは大幅って言わないのか、ここら辺がですね、非常に分かりにくい部分もまだ残っているというふうに思います。でぜひこの点についてはより分かりやすい形で、問い合わせ等々も出てくると思いますので、厚生労働省としても、より詳しい内容を、中身について、ぜひ各地方自治体にですね、こうですよということも含めてお示しいただければ、より助かるのではないかというふうに思います。で、もう一点ですね、これ、今回かなり詳細に、提言、地域区分について書かれております。前は半ページ程度だったんですけれども、今回は3ページ、2ページ半にわたって、いろんな指針、指標のことから、こういう状況になればこうですというのが書かれていますが、これは基本的に地方自治体が判断をすることなのか、でなぜかといいますと、何ができるかということがかなり今回、明確に書かれています。で例えば、感染拡大警戒地域では、10名以上が集まる集会、イベントへの参加を避けることというふうになっておりますけれども、確認地域では、50名以上が集まる集会、イベントへの参加を控えることというふうになっています。そうしますと、うちの地域は、これは警戒、拡大、警戒地域なのか、あるいは確認地域なのかによって、例えば、自治会等々でいろんな、今もうその自治会の総会をどんどんこう先送りといいますか、延期しているところもたくさんありますけれども、この区分によって、各地方自治体も含めた対応が異なってくると思うんです。で、この場合、例えば全県を一つとして考えて、うちの県はこうですというのか、あるいは例えば西部はこうですとか、この市はこうですとか、こういう判断というのは、基本的にどこが行うことになるんでしょうか。吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。先ほど申しました、地域ごとにまん延の状況に関する判断する際に考慮すべき指標といたしまして、5項目ご説明させていただきましたが、各項目を考慮し、また近隣県の状況などを総合的に勘案して、各都道府県において、その状況というのどの区分に入るのかということは判断していただくということだろうと思っております。もちろん厚生労働省としても相談に乗るということではございますけれども、でその際の具体的な対象範囲でございますけれども、都道府県知事の判断によるところはございますけれども、必ずしも都道府県の単位に限るものではございませんので、これも地域の事情に応じてご判断いただけるものというふうに考えているところでございます。吉川君。そうしますと、今の答弁によりますと、都道府県のみならず、例えば市町村において、うちの市はこうだというふうに、設定といいますか、それができるという理解でよろしいんでしょうか。吉永大臣官房審議官。感染症の関係ですので、ある程度、故意的に人の移動などがございますので、特定の地域、市町村ということになるかどうかということはございますけれども、その一定の範囲において、都道府県全体が一つの都道府県の一つということではなくて、ある程度まとまった区域ごとに定めていくということはありうるだろうというふうに思っております。吉川君。
それに関連してなんですけれども、これも学校の関係です。これもガイドライン、もともとはこれ、3月の24日に出されていた、教育活動の再開等についての通知で、昨日の専門会議を受けてだと思うんですけれども、新たにこの文書が発出されて、ガイドラインが発出されております。で昨日通告した際にはまだ4月1日出てなかったので、出ているということで、それを前提に4月1日が出たということで、少しまた質問、少し変わると思うんですが、通知のですね、3月24日の通知、それから、1日の通知、一番最後のところに参考資料という形で、本知恵が示されております。それで感染者が判明した、学校、3月24日段階ではそれだけだったんですけれども、感染者がいなくても地域で、いない学校も含めて地域でどうするのかというのは新たに付け加えられているんですが、同じその、A という学校の中で感染者が、生徒、あるいは教員、教職員の中で発生した場合の書きぶりがですね、少し変わっておりまして、古い方は、設置者は当該感染者の症状の有無等々を総合的に考慮し、都道府県等の衛生主管、部局と十分に相談をして、学校を臨時休業にするのか、あるいは出席停止するのかを判断をするというふうに書かれております。で、新しい方では、設置者は、都道府県等の衛生主管部局と、今言った、学校内における活動の対応等々を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮しと、でつまり、まずお聞きしたいのは、設置者は古い通知のときには、まず自分たちで、いろんなその接触者の高だとか、そういうものを、考慮をして、その上で、都道府県の衛生主管部局と十分に相談をするというふうになっていると。で新しい方は、その確認をまず主管部局と、衛生主管部局と行った上で、これらの点について総合的に考慮しっていうふうになっていると、そういう理解で、いわゆるつまり現状をどのように理解するのか、どのように考えるのかっていうことについて、最初から衛生主管部局と、相談をするという、そういう理解で、そこの点が変わっているという理解でよろしいんでしょうか。文部科学省矢野大臣官房審議官。お答え申し上げます。臨時休業を行うかどうかについては、感染の事実や感染者の人数のみで判断するのではなく、個別の事案を見ながら、校内にすでに感染が拡大している恐れや、今後拡大する恐れについて、都道府県等の衛生主管部局と十分に相談し、臨時休業を行うかどうかを判断していただくことになります。具体的には、先ほどの委員がご指摘になりましたが、感染者が学校内でどのような活動を行っていたか、感染者が不特定多数との接触があったかどうか、地域における感染拡大の状況、感染経路が明らかであるかどうか、そういったものを参考に感染リスクを判断することが必要だと考えておりまして、昨日の通知の趣旨は、3月24日に発表した臨時休業のガイドラインを改定し、当該学校における臨時休業実施の有無を判断するに際しての具体的なポイント、すなわち、例えば当該感染者の症状の有無とだけ、3月24日の段階では書いておりましたが、それが症状が出た状態で登校したか否かなど、具体的な、より具体的にですね、ガイドラインを改定したということと考えておりまして、特段その考え方に変更はない、これを参考に、学校の接種者におかれては地域の衛生主管部局と相談し、適切にご判断いただきたいと考えているところでございます。以上でございます。石川君。そもそもね、今の答弁、僕はちょっと最初の質問で間違って最初言っちゃったんですけれども、当該感染者の症状の有無っていうのは、3月24日には書いてあるんですよ。で、4月1日には書いてないんですよ、そのことは。4月1日、昨日出された通知では、ほぼ同じ文言で、違いがあるとすると、今言った
3月24日に当該感染者の症状の有無っていうのが、まず一等に、一番最初に書かれているんですけれども、それがすっぽり4月1日は落ちているというふうになっているんです。ですから、これは、その当該感染者の症状の有無については、確認する必要はないと、いうことで、これは違いが出ているわけです。で、先ほど私が聞いたのは、都道府県等の衛生主管部局の関わり方なんです。で、古い通知では、今言ったような当該感染者の症状の有無、学校内における活動の対応等々、5つぐらい書かれているんですけれども、これを設置者は総合的に考慮し、そしてその上で、都道府県等の衛生主管部局と十分相談をして、学校をどうするのかというふうに読めるんですよね。で、新しい通知は、設置者は都道府県等の主管、衛生主管部局と、今度は4つ、5つから4つに減ってますけれども、学校内における活動の対応等々について確認をしつつ、これらの点を総合的に考慮し、そして学校休みにするかどうかというのを決めていくというふうに書かれてて、この都道府県等の衛生主管部局の関わり方が変わってるんですが、これは変わってるという理解でいいんですか。矢野大臣官房審議官。今ご指摘のガイドラインのですね、冒頭部分に、児童生徒等または教職員の感染が判明した場合には都道府県衛生部局と当該感染者の有無の症状の失礼しました、症状の有無、学校内における活動の対応等々、書かれておりまして、この部分について、特段のその規律の変更があったというふうには私ども考えてないところでございます。吉川君。いや、じゃあポンチエがその文字が抜けてるということなんですか。まずその当該感染者の症状の有無っていうのがなくなってるっていうのは、ただ単にポンチエの方には書いてないだけだということでいいんですか。矢野大臣官房審議官。早くお待ちください。どうぞ。参考資料のところには確かにその部分が抜けてるんですが、本文を読むとその趣旨は入っておりますので。吉川君。いや、それともう一点ね、だからさっき私が何度も確認しているのは、都道府県等の衛生主管部局との、いわゆるいろんなことを確認をする、そのタイミングはいつなのか、これも変わってないということでいいんですか。だとすれば、なぜこういう書きぶりが変わったのかというのは非常に疑問に感じるんですけども。矢野大臣官房審議官。お答え申し上げます。私どもの理解といたしましては、設置者は都道府県等の衛生主管部局と、今のお話も含め、ご指摘の件も含めてですね、学校内における活動の対応、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明記等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要について十分相談していただくと、こういうふうに理解しております。もうちょっと他にもっと聞かなきゃいけないことあるんで、また別の機会に聞きますけど、私が聞いてるのは、その県の、衛生主管部局と何を確認をするのか、学校を休みにするかどうかを確認するのか、それともその前段のさまざまな、今言った4つ、5つの指標を、新しい通知ではそうなってるんですよ。古い通知では、この5つのことについては、学校設置者が総合的に考慮した上し、都道府県等の衛生部局と、部局と十分に相談をして、学校をどうするかというふうに書いてある、だから明らかに書き方が変わってるんですよ。でもちょっと時間がないんで、もうこれはまた別の機会、でお聞きしたいと思います。それで次にお聞きしたいのは、PCR 検査についてであります。
で、今現在、一番新しい数字、昨日聞いたところでは、PCR 検査1日あたり9000件、の調査能力があると。でところが実際にはまあ2000件程度、2000件を超えた日はないわけですけれども、もともと最初に聞いた頃は、1日あたり2000件の能力しかなかったものが9000件に増えてきたというのは、これは良いことだというふうに思うんですが、増えた内訳、これ、一体どうなっているでしょうか。いただいた資料を見ますと、6つに分けてます。国立感染症研究所、検疫所、2つ目は検疫所、3つ目は地方衛生研究所、保健所、4つ目が民間検査機関、5つ目は大学、6つ目は医療機関、で5、6、7の3つは、主に保健対応ができる機関ですけれども、これ、どこがどのぐらい増えてるんでしょうか。吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。国の機関、あるいは地方衛生研究所、保健所、民間検査機関、大学、医療機関という分類で取っておりますけれども、一番大きく増えておりますのは、地方衛生研究所、保健所で、2月18日時点、1800でございましたものが、3月31日で4300ということで、約2500増えてございます。また民間検査機関につきましても、2月18日時点で約900だったものが、3月31日時点で2746ということで、1850ほど増えてございます。あと国の機関、大学、医療機関についてもそれで増えているという状況でございます。以上、吉川君。地方衛生研究所、保健所は2500ぐらい増えているということなんですが、そうしますとですね、その検査件数を見てますと、民間の方も約1900ほど増えたということで、今、ご答弁ありましたが、実際の検査件数、ここまで伸びてないんですね。で、いわゆる保険適用、3月6日からスタートしたんですが、これ、非常にほとんど増えていない、全体でわずか、保険適用の検査部分は 5.5%。それから民間、大学、医療機関の検査も、3月6日以降で言いますと、10% 程度しか占めていないと、この点については、どういうふうな理由があってこうなっているのか、またこの点、どのように受け止めておられますか。吉永大臣官房審議官。お答え申し上げます。PCR 検査につきましては、3月6日に保険適用がなされておりまして、医師が検査の必要と判断した場合につきましては、保健所を経営することなく、医療機関が民間の検査機関に直接依頼を行うことが可能となったという状況でございます。ただ一方、民間の検査に関しましては、検査費用の自己負担分を補助することに伴いまして、医療機関は行政との委託契約が必要になるという部分で、契約の事務手続きが若干滞っている部分があるということと、あとまた、検体を民間検査会社まで搬送する際に、コロナウイルスは危険なものでございますので、三重の梱包が必要になるものでございますが、その機材がすぐ入手できない場合があるという等々の状況があるものとございます。こういった課題につきましては、一つ一つ解決してまいりたいというふうに考えてございます。また今後でございますけれども、地域において必要な患者に PCR 検査を適切に実施するために、都道府県におきまして、医師会、病院団体、医療機関、地方衛生研究所、衛生検査所協会等をメンバーする会議体を設けること等によりまして、PCR 検査の実施体制の把握、調整を図ることとしておりまして、適切に民間検査会社等を活用していただくことを考えているところでございます。引き続き医師が、必要と判断した方が確実に PCR 検査を受けることができるよう、検査体制の充実を図ってまいりたいと考えております。吉川君。ですね、もう時間がないんで、あれなんですけれども、非常に保健所が今、疲弊をしております。で、いろんな電話がかかってくるんですけれども、クレームも含めて電話がかかってくる、体制含めてですね、整備が必要だ、補充が必要だ、予算が必要だということですけれども、この点、どのように考えていらっしゃいますか。吉永大臣官房審議官。委員ご指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の対応では、保健所が住民の相談対応や積極的疫学調査等におきまして、重要な役割を担っていただいているところでございます。これに伴いまして、これらの業務増大に対しまして、対応する必要な人員体制の確保というものは重要であると考えてございます。このため、先般、各自治体に対しまして、帰国者接触者相談センターや積極的疫学調査等に必要となる人員につきまして、退職者の再雇用も含めた非常勤職員の雇用にかかる経費の助成を行っているところでございます。また、職員の拡充に関する取り組み例といたしまして、管内市町村や
教育関係機関、医療機関等の協力を得て、専門職員の応援派遣等による体制整備が考えられることでございます。こういったものを示しまして、必要な体制整備を促しているところでございます。このような体制取り組みを通じまして、新型コロナウイルス感染症への対応につきまして、各保健所から必要な体制整備を行うことができるよう、今後とも支援をしてまいりたいと考えてございます。吉川君。本来は大臣にも聞きたかったんですけれども、地方の保健所、本当にも疲弊してます。電話も受け付けて、で地方衛生系に送るための検体の確保も保健所がやってます。で電話の中には本当にクレーム、あるいはマスクないのかというような、こういう話まで来ているわけで、ぜひこの点、総務省としても十分配慮いただいて対応をお願いしたいということを最後に申し上げて質問を終わります。次に重徳和彦。